おはようございます。増田ゆりなです。久本和明です。そしてゲストは先週に引き続きヨガインストラクターの京野智美先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週は体のコリをほぐしたり不調を改善する1分ヨガを教えていただきましたが、今週も京野さんの著書働くみんなの1分すぐ楽ヨガをもとに座りながらできる楽ヨガいろいろと教えてもらいたいと思います。久本さん、先週だいぶほぐれましたからね、今週も楽しみにしましょう。今回は見た目の印象アップヨガというものを教えていただきます。今日教えていただくの全て座りながらできるということで、リスナーの皆さんも YouTube ご覧の皆さんも一緒にやってみてください。ではまずは猫背に効くヨガからお願いします。はい、猫背に効くヨガは、はい、こう自分の、体幹と呼ばれる場所を、しっかりアプローチして、そこに筋肉をつけることで、猫背を改善していきます。ここの問題じゃないんですね。ここなんですね。はい、ここをしっかり整えていきます。私も本当に猫背ですごいダメだなと思うんですけど、どん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 丸まっていっちゃうんですよ。久本さん猫背とか。いや私も猫背っぽい気がします。20年後どうなるんだって、うん、多いですか結構猫背の方っていうのは。そうですね、だん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 あの姿勢が猫背になると、うん、それが癖になって、うん、それに適応した筋肉がついていってという、またそれも悪循環になっていくんですけど、うん、でも直してあげればそれにまた適応した筋肉がついていくので姿勢を保つのが楽になっていきます。お願いします。早速、はい、それでは頭の上で両手を合わせて、肩が上がりやすいので耳と肩を遠ざけていきます。そうです。で鼻からたっぷり息を吸って、吐く息が始まったら上体を右に倒していきましょう。はい。でここで3回呼吸を繰り返します。肋骨がぐーっと開きやすいのを閉じて、強いお腹をキープしていきましょう。で3回目の吐く呼吸が終わったらゆっくりと真ん中に戻ります。はい、反対も同様に行います。左の方に倒して脇を正面に見せるようなイメージで胸を開きます。もしも見れたら天井を見上げていきましょう。そしてご自身のペースで大丈夫なので、3回目の吐く呼吸が終わったらゆっくりと解放します。で1回目に伸びて吐いて両手を下に下ろしましょう、うん、はい、これで以上になります。ここ確かになんかちょっと伸びるというか、はい、起き上がるイメージがありますね、うんうん、はい、よく皆さんがお腹を鍛える時にこう使うところが腹直筋という、うん、シックスパックに塗れる筋肉があるんですけど、うんうん、それをペロンとめくると腹横筋というお腹の横の筋肉って書いた筋肉が天然の骨盤ベルトの役割をしてくれています。でそのインナーマッスルというのが呼吸を通してじゃないと育っていかない筋肉なんですね。なのでポーズをしている時に呼吸をしっかり送り込んであげて、そこを強くしてあげることで、特に女性はスカートが回りやすかったりする方にも効果的なポーズです。はい、ありがとうございます。さあそして続いてなんですが、顔のむくみにも効くヨガがあるということで、はい、これはもう本当に聞き捨てならないっていう感じですけれども教えてください。はい、脇の下のリンパ節の、詰まりを解放することで、顔周りの リンパの流れを良くしていきます。はい、顔を動かすんじゃないんですね。はい、そうなんです。はい、ここからよく巡りを良くしていって顔を、私はこれをやるのはいつも朝のメイクする前なんですけど、こう顔周りがパッと明るくなるような、はい、感じがします。それでは右の手を持ち上げて肘を曲げていきます。で前腕が今後頭部の後ろに来ていると思います。でこの右の肘を左の手で掴んで、ぐーっとこの左の手で肘を下の方に押していきます。でもしもさらに余裕があれば後頭部でこの肘を後ろに押していきましょう。さらに深くこの脇の下が伸びていくと思います。でもっと余裕があれば左の手は解放して背中の後ろで右の手と左の手を結んでいきます。ギリギリあ、すごい柔らかいですね。本当ですか。ちょっと届きますね。で正面見ていきましょう。で3回目の吐く呼吸が終わったらゆっくりと解放します。反対も同様に行ってください。これでむくみが、はい、
巡ってる。はい、なんかあの血管がきれいな水とかが通っているところだとすると、こうリンパ管っていうのはこういらなくなった油とかもう不要なものが流れているところなんですね。でそのリンパ節をほぐしてあげることで、うん、かなり循環を良くしてデトックス効果が高まります。気持ちいいですね。ありがとうございます。そして今度ストレスもヨガで解消できるということなんですが、はい、イライラしたわみたいな、なんかもうどうしようっていう時、仕事中とかもあると思うんですが、はい、そういう時に1分でリセットできる。はい、これは自律神経の乱れを整えていく呼吸法でイライラを鎮めていきます。はい、まず右の人差し指を、眉毛の間、うん、このヨガでは第三の目と呼ばれる場所なんですけど、そこに置いたら右の鼻の上に右の親指がきます。右の親指の腹が右の鼻の上に来て、はい、左の鼻の上に中指の内側が来ると思います。はい、で最初に左の鼻を塞いで右の鼻から吸います。親指で右の鼻を閉じて左の鼻から吐いていきます。で左から吸って閉じて右から吐きます。これを3セット繰り返します。でもしこの手のセットがわからなければ、人差し指と下し指で右から吸って左から吐く、左から吸って右から吐くというふうにアレンジしていただいても大丈夫です。これどういう関係があるんですか、体と。はい、あの鼻呼吸というのはこう神経の方に効果がありまして、ヨガでは右の鼻がこう太陽のエネルギーで、左の鼻が月のエネルギーというふうに言われています。で左右のバランスを整えることでこう自律神経の乱れが整うということなんです。さっき寝そうになりました。リラックスしすぎちゃってますか。例えばなんか緊張したりとかしてる時ってよく、はい、深呼吸深呼吸って思って口で、はい、おっしゃる通りです、はぁってやるけど、実は鼻でやった方が落ち着くっていうことがあるんですか。そうですね、鼻で吸って鼻から吐きます。でこれもヨガのウジャイ呼吸という呼吸があるんですけど、こう波の音を奏でるような、本当波みたいという呼吸法で気持ちを落ち着かせるという方法もあります。これだったらなんかもはややっているのもバレずにできるとか、今までは結構派手なパフォーマンスなんで仕事中とかでなんかやってるなって感じで、はい、ちょっとねデスクでこうやってやってもね別にそんなバレないですもんね。なんかイライラしてることを悟られないうちにストレスを沈めることができるっていう、これは本当に誰でもすぐにできるヨガですよね。はい、そうですね。あと鼻の通りが良くなるので、うん、こう今の時期ですとかこう菌が入りにくくなったり、うん、あの免疫力を高める効果もあります。そうなんです。あと続いてなんですが、集中力を高めることもできるということで、はい、これは、ヨガではトリシティといって、視線がすごく大切なんですけれども、うん、こう視線を一点集中させることでこう集中力を高めていきます。こう視線が散漫して泳いでいると、例えばバランスのポーズなんかもグラグラしたりとか、こう思考も散漫するんですが、それを一点集中、同じ場所を見つめることで集中力を高めていきます。はい、では、両手を前に出して右の手が上になるように手をクロスします。でこのまま肘を折り曲げて手の甲と甲を合わせます。でもしももっといけそうだったら、このままくるっと手を返して手のひらを合わせていきましょう。でこの時右の肩がきっとここでも大丈夫です。はい、もちろんこのままでも大丈夫です。もしいけそうだったら手のひらを合わせます。でこの時に右の肩上がりやすいので、しっかり下の方に下げて鎖骨が、一直線上になるようにセットします。このまま少し上体を前傾姿勢にして、肘を前に出しながら親指の爪を見ていきます。ここで3回呼吸を繰り返しましょう。でこれはこう集中力を上げるとともに肩こりの効果もあります。3回目の8呼吸が全部終わったら、ゆっくりと解放しましょう。
でも本当これだけで違うんですね。はい、そうですね。ヨガではこうバランスを取るポーズがこう集中力を高めるポーズと言われているんですけれども、やはり視線があちらこちらを見ている時っていうのはもうポーズもぐちゃぐちゃになったりとかしやすいんですけれども、一点集中同じ場所を見るというふうにした瞬間に集中力がふっとこう集まってくる感じがします。なんか座禅とかだとやっぱり長い時間ずっとやってないといけないじゃないですか、はいはい、こんな短時間で集中力を得ることができるっていうのはすごく魅力的ですよね、うん、はい、ありがとうございます。さらに今日は京野さんがおすすめの座りながら使えるストレッチグッズをご紹介いただけるということなんですけれども、はい、はい、この 3D コンディショニングボールという、うん、手のひらサイズの丸いボールなんですけど、はい、これが1分間に3500回の振動をして、うん、さらにヒーター機能がついているので、こう当てるだけで温めながら肩の筋肉や首や腰を緩めていくことができます。なるほど。それじゃあちょっと私たちも使い方を教えていただいてもいいですか、うんうん、はい、これ持っていらっしゃらない方は、はい、まあ、でもこういった形のちょっとボールとか持ってたらそれは代用できるんですか？そっちが違う震えないことには意味がないんですか？でも下床に置いて仰向けになったらちょっと効果があるかもしれない。持ってない方はごめんなさい、買いましょう。ぜひ買ってください。ちょっと代用品考えちゃったんですけど、はい、ありがとうございます。3回押してめっちゃ揺れてる、プルプルプルと揺れていますよね。でだんだんこれが暖かくなっていきます。すごくないですか、これもうカメラブレブレじゃないですか、こう自分の肉がゆるゆるなんかブレてますよね。ブレてるように聞こえますかね、振動の音がね、はい、でこれを首の前ですとか後ろですとかここにで強く押し当てるとよりこう深いところまで振動が届いていきますし、うん、そんなにこう強いのが痛いのが好きじゃないわという方は優しく置くだけで、すごい、表面も緩んでいきます。こんなスピードで肩叩きできないですもんね。できないですね。すごい秒速で気持ちいい。でこういうのを、うん、例えばソファーとか椅子の間に置いたりとか、 なるほど、あとこのついている袋に入れて、うん、こういうふうに、おー、なるほど、肩の後ろに回して、リュックサックのように、うん、はい、回すですね、はい、リュックサックって今言うのかな、言います。バックパック、バックパックのようにやると、今私が声が震えてると思うんですけど、本当ですね。すごい、はい、気持ちいいですね。これリラックスできますね、うんうん、はい、で持ち運びもすごく便利なので、うん、私は移動中ですとか、うんうん、新幹線とか飛行機とかでも使えますし、あとテレビ見ている時とかに何なしに、なるほど、やっていると終わった時にはなんかマッサージチェアの終わった後みたいな、はい、こう爽快感があります。マッサージチェアと同じような気持ちよさあるけど、うん、こんなちっちゃいからそうなんです、いいですね、持ち運べるし、はい、あーそうみたいマスダエリーナですみたいな、やりたくなりますよね、絶対子供とやりそう、かわいい、ね、絶対やってますね。3D コンディショニングボールっていうものなんですね、はい、気になる方はぜひぜひ、ラジオだったらちょっと伝わりきらなかった部分もあるかもしれないんですけど、はい、野球ボールよりちょっと大きいソフトボールぐらいなんですかね、サイズのボールですよね、はい、はい、ありがとうございました。